中野勝義8月10日から1960年11月16日は日本の実業家、全日本空輸創立の中心的人物であった。1904年8月10日、北海道上川郡東旭川村に中野密造の次男として生まれる。旭川中学校を経て、1924年、法政大学予科に入学し、1930年に、 法政大学法文学部仏法科を卒業する。朝日新聞に入社し、日本学生航空連盟理事などを務め、法政大学による軽飛行機、青年日本号の法王飛行、朝日新聞による神風号の法王飛行の実現に尽力した。1940年、大日本飛行協会参与に就任し、1942年に朝日新聞を退社し、 大日本飛行協会常任参位を諸務部長に就任。同協会で出版部を拡張し、飛行日本、飛行少年の2子を創刊した。1944年には大日本滑空工業専門学校と法政大学航空工業専門学校を創設。1945年、戦後失職した航空関係者の失業救済のために、共民者を 朝日新聞時代の上司、ミドロ昭一と共に設立する。ミドロは会長に、中野は、専務理事に就任した。1952年には、日本ヘリコプター輸送株式会社を、創立、1957年に、全日本空輸株式会社に名称を変更し、常務取締役に就任。1960年11月16日、 登場の自社小型機が帯広で墜落し56歳で急成した。中野の存在がなければ非、ペリの創立も、引いては全日空もなかっただろう。全日空にあっては、事業推進の行動隊長であり、社員にとっては、良き兄気分だった。情熱家でありかつ冷静である。注目の一致するところは、ノンベイだったことぐらいか。ミドロは、次期社長には、中野をと考えており、 中野の死に接した際にはかなり取り乱し、翌日に右腕がもがれた、などというものではない。両腕がもがれた思いがすると語っている。また、野上やよ子は、中野勝義の追憶召集の思い出の中で以下のように述べている。私の中野さんに対する何にも増して強い印象を言うならば、いわゆる、死学でなる人物の最も卓抜な典型だという点である。 あれほど自由で、機関棒で、向こう水で、バイト相手ではわざとへそ曲がりを押し通す、悪道じみた、がむしゃらは、感覚に学んだ、秀才連には、真似のできないところ、学生時代に、日本の大学で、初めての航空研究会を設立し、その際、内田百に混成して、会長を務めてもらい、それ以来の内田の相手子の一人である。内田は、中野の死後の著作。 空中分解で以下のように中野の死を痛んでいる。しかし夜が更けてからやはりそうはいかなかった。いろいろ思い出したり考え込んだりしたわけではないが何かの弾みでふと中野がと思いかけた途端にいり頭泣き出した。家のものにみっともないと思ったが後から出る涙が拭いきれなかった。落ちてきて生まれ故郷の牧草の草原に突っ込んだ。 彼の腕時計の針は2時10分で止まっていたという、冥福を祈る外はない。しかしなぜ死んだバカ。テレビ東京、ルビコンの決断の、全日空誕生日は素晴らしき飛行機野郎たちの大決断で、今井正幸が中野役を演じた。ありがとうございます。